心の娘菅銀平、非力ですが頑張ります。この五条原での戦は是が非でもせよ。召します。存分に敵を封じて進行してください。上司、無理を押して戦っている。早急に決着をつければ。任務を遂行せ、兵器を起動せよ。迂闊に近づいてくるなんてどうかしてる。矢の雨で目を覚まさせてやるよ。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。あの地、少し気になる。
上がらん。撤収する。敵将撃ち取った。可能性が高い。交代を続けるか、伝令を阻止するか。止めな！ここは誰も抜かせんじゃねえぞ。拙者の策、受けていただこう。皆の者、動揺するでない。敵の思うつぼだぞ。
してきた。これで少しでも早く戦を終えられるぞ。伝令が何だと。ならば今の兵力で戦うのみよ。諸葛亮がいない諸君など興味もないわ。踏み潰してこい。よし、次第が門を開けた。今こそ奴の首を取る時だ。伝令、敵将夏侯派が到来した模様です。夏侯中堅水さん、元現れる俺、かっこいいぜ。千葉市場ってんだ。ま、忘れてくれて構わないぜ。
ここまでだ。芝居、お前の感知は破った。時代は私たちが開く。バカめが、思い上がるな若造。この戦はお前たちにくれてやろう。が、勝ったのは私だ。何？進めるのか。お前たちだけでこの先に続く道を。まさか。上昇。上昇。あなたなしで歩めというのですか。脅威。上昇。時代を築くのはあなたたちです。信じるままに進みなさい。最後に話せてよかった。あとは頼みましたよ。必ずや。志受け継ぎます。神の世を私たちの手で。